여러분안녕하세요三線トラベルサービスのトンガラ王子です。本日も平日毎日ライブ配信ご視聴ありがとうございます。今日は34回目になります。今日のテーマはこちら、じゃん。はい、京松北道の孫樹群をご紹介したいと思います。本日も皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、それではまず場所の確認から行いたいと思います。場所はこちらです。はい、今日ご紹介するのが、京松北道キョンサンプット、この薄紫のエリアになります。はい、ここの今日の孫樹群はこちらになります。はい、ここの太い枠で囲まれているところがテグなので、テグに接している部分で、京松北道の中でも南側に位置しています。はい、それでは早速今日のおすすめスポットをご紹介したいと思います。まず一つ目がこちら、孫樹セジョンテワンジャテシルです。はい、これは一体何かと思うかもしれませんが、セジョン大王って言いますよね、王様の、子供たちのへその緒があるその体質っていうんですかね、帝室、はい、があります。ここは孫樹群の、山の上にあるんですが、その頂上に行くとですね、世宗の子供たち18人の王子とその、孫にあたるタンジョンの、あ、ごめんなさい、18人たちの王子様と、タンジョンの最大室など19基がここに置かれています。で、この最大室、これですね、帝室っていうのは、王室の王子や姫が生まれた時にそのへその緒を入れて置いたところのことを言うそうです。で、19基今あるというふうに言いましたが、そのうちの14基は造成された当時の姿をそのまま維持してあります。ただ、次世宗になった、あ、すいません、世宗になった時の王位強奪に反対した王子の最大室は、なんとですね、蓮の葉が刻まれた大石を除いた石が破壊されて残っていないんだそうです。そして世宗の場合は即位後に特別に石碑の台紙を設けて、花宝碑を最大碑の前に置いて立ててあるということです。だからちょっとこれを見ていただくと一つ異色なのがわかると思うんですけど、これが世宗のものになります。こういう風になっています。はい、特徴的です。で、この世宗テワンジャテシルというのは、朝鮮初期のこの、テシルの形態の研究に貴重な資料となっていて、韓国で王子のこのへその緒のこのお部屋が完全な形で群を成している唯一の例であるということと、あと高麗から朝鮮への王朝交代とともに、王室におけるこの帝室の造成方式の変化が伺えるということで、とても重要な遺跡として評価されているんだそうです。はい、ここちょっと山なので登っていくのはちょっと大変なんですけど、ぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、そしてもう一箇所今日ご紹介するのがこちら、ハンゲマウルです。こちらハンゲマウルは、こちらはセジョンの時に、鎮守の牧師を兼任していたリウという人が移住した時から560年余り、こちらが孫三医師が集まって暮らしている伝統のある村になります。で、京松北道の文化財に指定された建築物が9棟あって、その建築物の大部分が18世紀後期から19世紀初頭にかけて建立されたと言われています。
それで全体的な街の構成が風水による伝統的な姿を見せていて、また上流の、住宅と庶民の住宅の配置、そして平面図の地域的な特性をよく表している点などから、文化的価値があると言われている町です、村ですね。はい、こういった街並みもとっても綺麗だし、はい、ちょっと建物の写真今日ご用意できなかったんですけど、建物も立派な建物がありますので、こちらもぜひ見ていただければなと思います。あのドラマのセットの中のような思いに浸れるかなというふうに思います。それでは、今日の村寿郡のご紹介はこれで終了とさせていただきます。また明日12時行いますので、ぜひ聞いてください。それでは、三線トラベルサービスのライブ配信、三線トラベルサービスのトンガラ王子がお届けしました。明日も聞いてください。それではアンニョー。